22年前の広島、このヒット曲を生み出したチェッカーズと同じマリンルックに身を包んだ若者が街を歩いていました。東洋工業の社名が松田に変わり、アメリカのカーター元大統領が平和公園を初めて訪れたこの年の春、カープのある記録が生まれます。開幕3試合目からの12連勝、驚異のスタートダッシュに成功したのです。現在も連勝の球団記録です。いい出足をしたなっていうのはないし、今年もいける、今年はいけるんじゃないかという感覚は多分あったと思いますけどもね。当時スタメンに名を連ねていた山崎隆三さんは、連勝街道をひた走る選手の心理をこう話します。あまりこう何も意識しなくて平常心で試合に臨んで、でその展開の中ではでも負ける気はしないっていうのはどこかには当然あったと思うんですけどもね。非常にやっぱりバランスのいい打順ではあったと思いますね。やっぱり中軸の山本浩二さんであり衣笠さんがやっぱりしっかりしてくれたということでね、そして足も使える、まあ、そして、まあ、中堅というか若手というか長嶋清幸、小早川というね、まあ、あのはつらつとした選手もいましたから、意外性あり確実性あり足ありっていうかね、そういう非常にバランスのいい野手陣だったと思いますね。攻撃のバランスが取れた打線、そして中軸山本浩二さんは2000本安打を達成、さらに長嶋清幸さんが2試合連続のサヨナラホームランを放ったのも1984年でした。そろそろ皆さんもお気づきかと思いますが、今シーズンと似ていますよね。ミラクル的なことをやった鈴木誠也、当時でいうと長嶋清幸が、彼が非常にインパクトの強いホームランを打ったり、もうここで打つかっていうようなタイミングで目立つような、ね、活躍をしてたようには感じますね。まあやはりね、連勝中って言ったらもう何をやっても勝てそうな感じがあるし、当然ファンとの一体感っていうのも出てくるから、盛り上がりも感じ、なんですかね、共有できるっていう感覚はものすごくありますよ。ちなみにこの1984年、リーグ優勝したカープは日本シリーズでも阪急を破りました。これを最後に日本一のタイトルからは遠ざかっています。32年ぶりとなる球団記録まで1に迫る11連勝、今シーズンはどんな結末が待っているのでしょうか。